はい、こんにちは。今日はね、ブラックスクワットで、なんと、格闘戦をやっていきます。つってもね、間違って部屋に入っちゃったわけなんですけども、なんかチームデスマッチだと思って、ゲーム開始したら、ナイフ戦っていうね、3対3のナイフ戦ですね。ってことで、早速。ナイフ戦とかね、やったことないんだよね。あんまり興味もなかったんで、やろうとも思わなかったんだけど、まあ今回ね、たまたま、ナイフ戦になったんで。うわぁ、なんかやりにく。切ったぞ、今。一撃じゃないのか、ナイフ。さあ、切っていく。2発か。ナイフ2発ね。さあ、上で待ち伏せして。お、やられてる。味方がやられてますね。入ってきたとこを切っていく。これ戦略とかもあんのかな、これ。おっと、一人やって、もう一人、よし、一回切った。ははは。ナイフを連打してるやつ、滑稽なんだが。うわ、見失った。いて。カランビット。ナイフもね、なんかいろいろ種類あるんだけど、興味ないんでね。この初期武器のニムラバスだっけな、しか使ってないっすね。なんか箱から緑色のニムラバス出たんだけど、どうでもいいんでね、もう売っちゃいましたね。おっと。さあ、これやって。もう一人。1回切って、おっと、2回3人抜きしていく。あ、やばい、なんか後ろ取られる。よし、1回切って、もう1回。意外と勝ててるぞ、ナイフ戦。よし、1回切って。うわ、やばい。なんだこのラグった感じは。うわ、やべ、いっぱいいる。よし、ちょっと下がりながら。どこだ？いた。おお。あれ、投げたりはできない。一人来た。よし、いいね。歩く速度かな？同じだからな。よし、来た来た。どこだ？いた。おっと、危ね。切ってくるね、瞬間にちょっと下がって、前出て切るみたいな。そんな単純な戦法しか取れないんだけど。まあ、それでそこそこやれてんだったらいいかな。これで150とか無理じゃね？上から切っていく。おっと、危ない。おっと、よーし、なんとかやっていく。さあ、こっち向いていない。よし、一回切った。もう一回、よし。いいね。横から切っていく。おっと、見失ったぞ。よし、なんとか倒した。トマホーク威力高いけど遅い感じかな。おお、いっぱいいる、いっぱいいる。うわ、横からトマホークか。つかもうこれだけだよね。上から降りてきた。おお、かっこいい。今のかっこいいね。飛び降りて、サクッと、切られましたよ。危ね、すげえ。トマホーク強いな。ナイフしかないから、これでやるしかないけど。よし、切れ切れ。下がれ。やば。あー、やられた。お、26対26。おっと、危ない。後ろ、もう一人。当たらねえ。あ、一回切った。一回切った。もう一回切った。グダグダやん、これ。ほら、当たんないし。よし、倒していく。お、危ね。うお、やったのか。よし、やった。
結構倒してね、あれ。よし。よし。おー、やれた。意外とナイフでも勝てるもんだな。もうなんだ？あいつ、あそこに立って、煽ってきてる？おー、いいね。味方ナイス。うわ、グダグダ。あー、やられた。うわ、グダ。初期好きのニムラバスも結構普通のナイフだよな。あ、なんかゲ、おお、落ちた。なんか普通にチームデスマッチしててナイフ使う機会ってほぼほぼないんだよな。まあサブエコンね、使うことはあるだろうけど、ちょっとあそこで油売ってるやつなんとか。お、いいね。よし、バツバツだ。よし、甘い。どうしようかな。上がってくるでしょ。で降りて、お、いいね。あいつ狙うか。よし、バサった。もう一発。ナイフ戦はね、連打じゃ絶対勝てないね。よし、頭抜いていく。なぜかナイフでヘッドショット、ジャンプして切っていく。おっと、おくっそ。いいね。おお、いいね。敵強い。よし、今だ。結構ね、攻撃した後のインターバルが長いんで、そこを使って攻撃仕掛けていく。おーっと、やられた。これ何？絶対に150いかないじゃん。あと3分しかないよ、もう。お、見てる見てる。味方がいった。よーし。もう敵陣で、もううだうだやってるし。よし。うわ、やれたか。きついですね。うん、固まった。マップがすげえ単純だな、これ。やばい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 。あー、ダメか。お、すげえ味方めっちゃやられてるし。ショットされた。もう3人めっちゃ来てる。今だ。そこそこ一回出た。あー、このやられる時になんかちょっと固まるのは何なんだ。さあ、後ろ取って、今だ。なんとなく分かってきた。今だ。当たんない。ちょっと下がって、あー、いいとこにトマホークやってきたか。やっぱ距離とかも違うのかね。追い切ってるし、いいね。1対1か。よーし、倒した。さあ、後ろ取っていく。よし、頭切っていく。まあ、頭切ったら一撃か。そりゃそっか。やばっ。で、倒していく。もう一人。よーし。残り20秒。あ、なんかこれ結構いい試合だね。65対62だからまだわかんないよ。
危ない。ここ。そこ。よし、それやった。おい、一人当てていく。もう一人。よーし、やったぜ。お一人。あー、やれなかったか。まあ、いいか。69対62で、なんか、実績のロック解除しましたって出てきた。ナイフ戦で。さあ、そんな感じでね、ニムラバスでナイフ戦やってみました。うん、まあまあまあ、面白いかもしんないけどね。やらないですよね。はい、そんな感じで、以上です。